皆さんお元気ですか。牧師 YouTuber の菅野直樹です。今日も出前牧師菅チャンネルにようこそお越しくださいました。どうぞお入りくださり、最後までご視聴お願いいたします。5月28日日曜日、人は支え合って生きるものだという題でお話をしたいと思います。人という漢字、2本の線が寄りかかって立っている。一方は長く、一方は短い。この長い方のこの寄りかかっているこの棒は神様を象徴します。そして2本目の棒は私やあなたです。人は目に見えませんが神によって支えられて生きている。次に、人間というのは人の間と書きます。つまり人と人との関係の中で生きていく、それが人間だというわけですね。このように毎日 YouTuber として皆さんに動画を提供している、あなたに語りかけている、そういうメッセージを通して私は支えられ支え合っていると思っております。いや、時にはね、実はね、しんどかったりね、もう収録が大変だなって思うことがね、時にはあります。でも聞いてくださるあなたがいるので、あなたの顔を描きながらあなたによって支えられ、そして語り続けることができる。一人暮らしをしてたことがあります。その時にね、なんかご飯を作る気しなかったんですよね。いろいろね、料理してみようと思ったんですけどね、インスタントラーメンにね、ラーメンに入れるネギ油を入れてね、唐辛子入れて、おいしいおいしい、もうこれで十分だ。ところがね、誰か友達が来るとね、なんかこう準備したくなる、準備したってことをね、思い出します。この YouTube のメッセージだと同じですよ。誰も聞いてくれないお蔵入りしたりね、視聴者ゼロとか言ったらもうねダメですね、やる気出ませんね。でも視聴者の数の問題ではなく、聞いてくれるあなたがいらっしゃるから、たったそれが一人であってもね、それを心待ちにしてくれるあなたがいるから、喜んでね、毎日毎日このように投稿できるんではないかと思います。人は支え合って生きているもの、あなたによって支えられています。そして私もあなたの支えになりたい、そう思っております。主の愛に包まれ、いつまでも生きてゆく、あなたは今私を見て、作り変える新しい人生を主と共に私の主イエス様、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょうね。その時までごきげんよう。さようなら。